こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているメランジテイストのクリムゾンレッド、こちらを、こちら使いかけなんですけど2本取りにしてパックを飲んでいこうかなと思います。アクリル 100% 60g 108m 入ってます。で、かぎ針が7号から8号ですね。で、こういうの使っていきます。中から取っていきます。はい、こんな感じで中心から1本ずつ出してきて2本を1本のように仕込んでいきます。で、ちょっとブシャッと出ちゃったので、2本でずっと編んでいくので、こう糸玉にして置いときました。で、今回10号で編んでいこうと思います。で、輪を作って、そうですね、鎖編みから始めます。こうしてグッと締めて鎖編みを1、2、3、4つして、で、一つ目の鎖編みの手前1本、2本取りで編んでるので、2本がかかってるんですけど、ここで糸をかけてきて、引き抜いて鎖編みの輪が作れました。で、ここから鎖編みを1、2、2つして、本当は3個なんですけど、すっきり見せるために2つにしようかなと思います。で、糸をかけて、ここは一つとして数えなくて、糸をかけて、この穴の中に、糸を巻き込んで編んでいこうと思います。長編みを2つします。1、ぎゅうぎゅうになっちゃうかな。2、2個をして、で、2つしたら鎖編みを2つ。で、糸をかけて穴の中に針を入れて、糸を巻き込んで長編みを2つ1、2で、2つしたら鎖編みを2つ、糸をかけて同じところに長編みを2つ1、2します。そしたら鎖編みを2つ、で、糸をかけて穴の中に長編み2つ1、2、そしたらこの最初の長編み2つしてる1つ目のところのこの頭、ここに針を入れて、引き抜きなんですけど、ここも角が欲しいので鎖編みを2つして、最初の長編みの頭に針を入れて引き抜き、で、鎖編みをまた2つで立ち上がって糸をかけて、ここは1つとして数えないので、この裏返しにして、で、この鎖編みの向こう側、向こうのところ、そうですね、ここの長編みのとこをずっと取っていくので、長編みがあるところはその向こう側なので、ずっとここの向こう一本を拾って長編み、同じところに長編みを2つで、2つしたら鎖編みを2つで、糸をかけてこの一つ残ってるところ、向こう側を取って長編みを2つ、同じところに2つして、で、センターで長編みしてるところは1つずつ長編みを向こう側半目取って長編みを1つずつ入れていきます。向こう半目取って長編み、そしたらこの角のところ、鎖編み2つしてるので1つ目のところに同じところに長編みを2つします。1、2、2つしたらまたここに角が欲しいので鎖編みを2つ、糸をかけてもう一つ鎖編みがあるので向こう側を取って同じ目に長編み2つ1、2、そしたら前段に長編み2つ入ってるので糸をかけて1つずつ長編みを入れていきます。1、同じところに1つずつ入れていきますね。で、また角ができてきたので、鎖編みの一つ目のところに同じところに2つ長編みをします。
長編みしたらまた角を2つ作って糸をかけてもう1つ残ってる鎖編みのところ向こう半目取って穴始めに長編み2つで、前段に長編みが入っているので1つずつ長編みを取っていきます。長編み長編みで、また角が来たので糸をかけて向こう半目に同じところに長編み2つ1、2、そしたら角を2つ作ります。で、糸をかけて向こう半目のところ同じところに長編み2つ1、2で、糸をかけて前段のここのところから始まっているので、このっていうかなこの2つのところには全然入ってないことになってるんですね。なので一つずつ取っていきます。向こう半目一つずつ取っていって箱までですね、一つずつ取って、で、最初のこの長編みの頭ここに針を入れて引き抜き、それで鎖編みまた2つで立ち上がります。で、ここの鎖編みのところはずっと読んでいかないので、またここから入れていきますね。ペラ返しにして糸をかけて向こう半目箱を拾って長編み、糸をかけて長編みが入っているところは全部一つずつ拾っていきます。で、角の鎖編みのところだけ2つずつ入れていきます。箱も長編み1つで、ここは2つ鎖編みを全段編んでるので同じところに青が入ってきているね。で、向こう半目のところに同じところに長編み2つ1、2、そしたら角をまた作って2つ鎖編み、糸をかけてもう一つ残っている鎖編みのところに同じところに長編み2つ1、2で、また前段に長編みが入っているところは全部一つずつ拾っていきます。糸をかけて向こう半目に全部ね、目を入れていきます。こんな感じでこうやってずっと広がっていきます。これで、まあ何段か編んでいこうかなと思ってですね、で、好みのところまで広げたらまた何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていこうと思います。で、またこれ角が来たので一つ目の長、鎖編みのところに同じところに長編み2つで、必ず鎖編みを2つして糸をかけてもう一つの長編みのところ、鎖編みのところに長編みを同じところに2つ入れます。で、前段の長編みのところには全部1つずつ長編みっていう感じで繰り返しこの表裏表裏返しながら編んでいきます。こんな感じで底を編んできました。で、何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、6段編んできてます。で、サイズを測って進めていこうかなと思います。だいたい、24.5 センチぐらいになってますね。両方同じです。で、ここから側面編んでいこうかなと思っていて、またここの中心のところにマーカーをつけてます。ここは、一番最後と一番最初の間。まあ、ちょっとつけにくいから今取ってるんですけど、まあここですね。これでこのマーカーが入っているところで狭めていこうかなと思っています。で、ここで、まあ一番最後と一番最初、この鎖編みのところは見ないので、まあここでね、こう狭めていくのちょっと難しいから、まあこの角で終わるように編んでいってたらよかったんですけど、まあここまで編んじゃったんで、まあこのまま進めていこうかなと思います。で、またこう、進んできて今引き抜きしたところなんですけど、同じように鎖編みを2つして、で、一番最初、まあ、マーカーをつけておくと分かりやすいかなと思うんですけど、一番最初と一番最後の目マーカーをつけておいて、で、このまま裏返します。で、糸をかけて一番最初のところ、まあ、ちょっと戻る形にはなるんですけど、最初のところの向こう半目取っていくところは同じなので糸をかけて、こうして、このギリギリのとこですね。ここに針を刺して、
で糸をかけてきて、で長編みをします。長編みをするんですけど未完成の長編みをします。でこの2本残した状態で糸をかけて、ここの一番最後だったところのこの向こう半目、ここを取って未完成の長編みをして、この3本を一度に引き抜きます。これで狭めていこうかなと思います。で狭めた2つを1つにしたところ、ここにマーカーをつけて進めていこうと思います。であとはこういうところはずっと同じようにこうやって長編みを1つずつ取っていきます。こんな感じで、で角も同じように鎖編みのところには1つずつ長編みを2つずつ入れていきますね。これでずっとあとここのマーカーのところまで進んでいこうかなと思います。はい、こんな感じでマーカーのところまで編んできました。そしたらここがちょうど真ん中になってるんですね、今回。だからこの2つを1つにしようかなと思っていて、でもう1つここにあるので、ここまでギリギリまで向こうの半目を取って長編み入れます。そしたらこの長編みの頭とこの長編みの頭を2つを1つにします。あれ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 あら、どうなってんのかな。それで糸をかけて向こう半目取って未完成の長編みで、糸をかけてもう1つ次のとこ取って未完成の長編みをして、3本を一度に引き抜きます。でここでまたマーカーを付け替えて進めていこうと思います。こういう風にこのマーカーのところが来たら、こういう風に編んでずっとぐるっとこの最後まで編んでいこうかなと思います。でちなみに何目目のところにマーカーつけてるかちょっとお伝えしてなかったんで、まあ、ここのここから全部数えました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11個目と11個目の間にマーカーつけてます。まあここはね、段数によって変わると思うんで、まあ、好みの段数を編んでみてください。ではずっとこの最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周同じように編んできました。一番最後の長編み編んだところで、で最初のこの2目1つにしたところ、マーカーがついているところがちょうどさ、最初に来たのでここで引き抜き、で立ち上がりを2つして、次からはこのマーカーの両端を2目1つにしていこうかなと思っていて、なんかね、本当にここに来たらちょっとやりにくいんですけど、まあさっきと同じように裏返しにして、でこの真ん中ではないその一つ、こちら側ちょっと戻る形にはなるんですけど、そういう風に取っていこうかなと思います。ここは糸をかけて2つ鎖編みして、糸をかけて、でこの状態で一番最後ではなくて、2目1つのところではなくて、その前のところ、ここですね、ここの向こう半目を取って、糸をかけてきて、でこうやって途中の中長編みで糸をかけて、次はここですね、ここに針を入れて未完成の長編みで、この3本を一度に引き抜きます。でここで1つ目っていうことで、またマーカーをつけて進めていきます。だからまた回ってきたら同じような感じにはなるんですけど、まあ、ここはこういう風にずっと2目1つにして編んでいこうかなと思います。糸をかけて向こう半目、スーッとまたここは取っていって、でこの角のところは今までと同じように取って、またこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで編んできました。でこのマーカーのところはここからは飛ばしていくので、このマーカーの一つ手前のところをこういうふうに取って、糸をかけて、このマーカーのところ、ここは飛ばして、次のところ、ここは飛ばして、次の向こう半目のところを取って、未完成の長編みで3本を一度に引き抜きます。でまたマーカーをつけて、ぐるっとまた編んでいきます。まあ、ここからはずっと同じですね。この先もずっとこのマーカーのところを飛ばして、2目1つっていう感じでぐるぐる編んでいこうかなと思います。で何段編みましたっていう感じでお伝えしていこうかなと思っています。まあ、側面何段だかっていうのをまたお伝えするために、
ここにマーカーつけて進めていこうかなと思いますね。箱から側面ということでマーカーをつけておきます。では進めていきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、1,2,3,4,5,6,7,8 8段編んできてます。で、ここで、上ちょっと色を変えようかなと思っていて、でね、こういう風にしたら、もうちょっとここも進めていこうかなと思ってるんですよ。2目一つで、それでも結構ちょっと広がってきて、大きく編めたから良かったんですけど、ちょっとここからは何段か詰めていこうと思っていて、で、色を変えていくのに、今回こちら、メランジのブラックデニム。これはだいぶ前に購入したんで、今はこのカラーが売ってないんかもしれないですけど、こちらも。こちらはネイビーですね。こちらがちょっとずつ残ってたので、これを混ぜたら面白いんじゃないかなと思って。で、アクリル 100%、60g、108m 入っています。7号から8号ですね。同じだと思いますね。その素材とグラムは。で、ちょっとずつこちらが残っていたので、こちらから。こう引き揃えて編んでいこうかなと思います。細さもね同じだと思うんで、2本取りで編んできたので、ちょっと違うかな。手触りがねちょっと違うんですけど、こちらはちょっと入れていこうと思います。変になったらやめますちょっとやってみないとわからないんで。これで一番最後の長編みのここの最後の引き抜きのところで色を変えようと思っていて、糸がこの中側に残ってるので、中側に糸を当てて、で、足していく糸もこちら側に当てます。それで、当てて、で、引き抜きます。変かな？で、これで、こういう風に引っ掛けて、最初のこの、2目1つにしているところがあると思うんですけど、ここに針を入れて引き抜き、で、立ち上がりを1つして、で、また一番最後。ここからはね、どうしようかな。ちょっと緩みがあれば、こういう風に緩みを取って、とりあえずこの反対側に返して、だいぶ大きくなりましたね。で、ここは飛ばしていく目なので、また同じように、ちょっと返った感じで取っていこうかなと思いますね。そうですね。ここはちょっと引き締めたいので、ここが中心で2つ目のところに針を入れて、全部変え、そうですね、全部取ります。この頭取って、で1回取って、でこの2目1つのところじゃなくて1つ目、ここも頭を取って引き抜き、でここ2目1つじゃなくて1つ目、ここの長編みの頭にこう取って、で次のところ4つは1つにしていこうかなと思います。1,2,3,4で糸をかけて引き抜き、これで結構詰まると思うんですよ。それで編んでいこうかなと思います。でこの頭をずっと取っていきます。1つで、2目を1つ、4つを1つにしたところ、ここもマーカーをつけて進めていこうかなと思います。ちょっと色的に見にくかったりするんかもしれないですけど、ちょっと光ってますね。これでずっと取っていこうかなと思います。で、この三角のところ、この角のところは今まで通り取っていこうかなと思いますね。細編みで。それで、まだ角のところまで同じように編んでいきます。はい。角のところまで編んできました。そしたら、ここのところは2つずつ長編みを入れていってたと思うんですけど、ここでもちょっと広がっていってたし、だからこれはもう1つずつ入れていこうかなと思います。一番最後の長編みの頭も同じように取って、ここはこの中を取ろうかなと思います。細編み2つで、次のところからまた同じように細編みを1つずつ入れていこうかなと思います。で、またここのところでお伝えしていこうかなと思います。さっきのところと同じなんですけど、またここでお伝えしていきます。はい、こういった感じで編んできて、で2目1つにしたところマーカーつけてます。
で、ここのマーカーの手前2つ空いてるので、ここの2つを今からこういう風に取っていきます。こうかけて、このままの状態で次もかけて、で、このマーカーのところは飛ばします。飛ばして、で、次のところかけて、この状態でもう次。ここで4つかかってるので、一度に糸をかけて引き抜きます。これで詰まりましたね。で、またここでマーカーをつけて進めていこうと思います。で、またこの角のところは同じようにして、ここに2つ細編みを入れて、で、またこの沈んでるところは今みたいな感じで、ぐるっと一周このマーカーの手前まで編んでいこうと思います。はい。こんな感じに一周細編みを入れてきました。で、ここ、一番最後なんですけど、最初に入ってるので、まあ、ここまでですね。で、最初のこのマーカーが入っているところに針を入れて、まあ、表を見て引き抜くのでは大きく出して、まあ、すっきり見せようかなと思います。最初のこの目のところ後ろから刺して輪をかけて引き抜き、で、立ち上がりを一つして、で、同じ方向で筋編みを入れていこうかなと思います。ここで、まあ、この根元から向こう半目と裏のポチッとしてるとこ通って、細編み。で、マーカーをつけて進めていきます。まあ、いい感じになりそうだなと思うので、このまま続けて編んできてましたね。で、向こう半目、裏のポチッとしてるとこ通って、細編み。同じようにずっと一周編んでいこうかなと思います。で、ここで、まあ、そうですね、ここも一個ずつでいいと思うんですけど、あ、どうかな、角はやっぱり2つずつ入れた方がいいのかなと思って。まあ、ここはね、その、まあ、そうですね。2つずつ入れると思います。で、ここは、マーカーの、この両端を2目1つにしていこうかなと思ってますね。まあ、ぐるっと一周編んできて、どうしたかっていうのをまたお伝えしていこうかなと思います。では、ぐるっと一周、このマーカーの手前まで編んでいきます。はい。やっぱりさっき言ってたところは、細編み1つに対して2つずつ細編みを入れていくことにしました。これでずっと進んでいきます。はい。ここの沈んでるところは、マーカーの手前、ここを取って、同じように取って、この状態でマーカーのところを飛ばして、ここを飛ばして次のところ、ここを同じように取って、で、この3本かかっているのを一度に引き抜いて引き締めていこうかなと思います。で、次の段編むときも同じようにこのマーカーのところを飛ばして2目1つにして取っていこうかなと思います。まあ、これでこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい。こういった感じで一周編んできました。で、ここで最初のところが来たので輪を大きく出して、で、このマーカーが入っているところ、ここの目を後ろから刺して、あれ?2本取りにしてるので、まあ、全部取って、で、輪をかけて、で、ぐっと引き締めてから引き抜くとしやすいかなと思います。で、立ち上がりを一つして、で、また表に返して、で、根元から向こう半目と裏のパチッとしてるとこ取って、で、細編みから始まっていきます。で、ここからは、まあ、持ち手を編んでいこうかなと思っていて、で、こういう風にすると、この中心がこの立ち上がりのところになるので、こことここにつけたらってことですね。まあ、こうなるので、この立ち上がりのところを横に持ってきたいんですよね。横に持っていきたいので、ずーっと編んできて、ここから持ち手を編んでいこうかなと思うので、ここまで筋を残して、細編みを編んでいこうかなと思います。ここまで。同じように筋を残して細編みを編んでいきます。はい。ここの山のところまで編んできました。で、1、2、3、4つ編んでいると思うんですけど、一番端のところ、ここまで編んできます。こうして、ここが1、2、3、4つ、一番端。同じように細編みで取って、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで、好みの長さ、鎖編み編んでいきます。はい。今回は鎖編みを40目で決めていこうと思います。で、ここから出て、で、次の山のところに繋げたくて、で、ここも1、2、3、4つの一番の外側ですよね。外側の向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、
細編みでつなげます。これで持ち手できました。まあ、こういう風に持ってみて肩からかけてみてもいいですよね。まあ今のところはここも一回細編みを編んで、まあ、ちょっと引き締めていきたいなと思うのでちょっと長めにはしたんですけど、まあ、それもどうなっていくかって感じなんですけど、まあ、大体そういうのも考えてこの長さにしました。でここからはまたずっと編んでいって、この沈んでるところはこの中心を飛ばして両方2目を1つにしてまたずっと編んできて、で次の山のところでまた鎖編みを40目っていう感じでここでつなげて、まあ端ですよね、4個目の端外側をつなげてずっとこのマーカーの手前まで編んでいこうと思います。はい、こんな感じで一周同じように編んできて持ち手がこうやってできました。で次は、まあ、このマーカーが入っているところ手前から向こうに針を刺してこう引き抜きで、まあ、ずっとこの流れで引き抜き編みを一周していこうかなと思います。こうして針を入れて引き抜き、まあ、筋を残していってもいいと思うんですけど今回はこの頭を全部取っていこうかなと思います。引き抜き引き抜きしてまたここまで編んでいこうかなと思います。はい、持ち手のキアまで編んできました。でここの最後のところまで編んで、この流れで鎖編みのこの裏山をこう手前に取って編みにくいですね。で向こうに押したらこういう辺に2本かかっているのでここで引き抜き、裏のところをこう手前に取って向こう側を押して引き抜き、これでずっと編んでいこうかなと思います。ぐるっと一周、まあ、この沈んでるところも全部一つずつ引き抜き編みを入れていこうと思います。はい、ぐるっと一周引き抜き編みをしてきました。で一番最後は入れずにここで糸をカットします。カットしてでセット抜いて、でこの中も編んでいきたいので2本取りで、なのでこうやって束ねておいておきます。でいつものように針に糸を通して、でいつものように糸始末していきます。このマーカーが入っている最初の目のところに、まあ、下から上に取って、でこの出てきたところに戻って、中側裏なので裏に糸を持ってきて、まあ、一回グッとしてふわふわってして周りの目と同じぐらいの目を残して裏に糸始末していきます。でまた返し返しで同じ色のところで糸始末していきます。ブスッと手前浅く拾って何回かこう糸をかけながらちょっとずつ進みながら糸処理していきます。ちょっとしとこうかな、こんな感じで。でだいぶこう返し返ししてきたのでギリギリで糸をカットして、まあこういうところも後で糸始末していきますね。で中側もちょっと編んでいきたいなと思うので、この出来上がりを見てちょっと上から進んでいこうかなと思います。で裏山がこう残っていってると思うんですよ。さっき裏を避けて編んでいたので、まあ、ちょっと見にくいんですけど、このポツポツってしてるところが裏山なので、この裏山を取ってこの辺かな、まあ取れたらどこでもいいんですけど、一応裏山ここを取って、合ってるかなここですね。で置いてた糸を取って、で裏に糸を置いて、で糸をかけて、で立ち上がり一つして、で、まあ、そうですね、次のところから細編みを入れていこうかな。まあ根元から入れていこうかな。根元から細編みを入れて、まあ、1回だけ糸を巻き込んで細編みで始めていこうかなと思います。でマーカーをつけて、最初のところマーカーをつけて進めていきます。で次の裏山取って、まあ、私もねちょっと見にくいんですよねこの色ちょっと頑張って取っていきます。まあ、糸を置いていきますね。別で糸始末していきます。でこの裏山をずっと取っていって、でここの一番最後の裏山ここを取って、ここもいつも
引き抜きとかを入れていくんですけど、ここは飛ばして、まあ目が入ってるんですけどね。次のところ、この向こう半目と裏のパチッとしてるとこ取って、で糸をかけて3本一度に引き抜いて引き締めていこうかなと思います。で、引き締めたところ一応マーカーしておこうかなと思いますね。マーカーして、で、あとはずっと一つに対して一つ細編みをずっと編んでいこうかなと思います。こんな感じでずっと筋を残していきますね。で、ここでまた引き締めようかなと思うんです。またここでお伝えしていこうかなと思います。はい、この沈んでいるところに来ました。で、この一番こう沈んでいるところの手前と向こう側、ここを取って2目一つにしていきます。ここを取って、ここは飛ばして、次のところ取って、で3本一度に引き抜きます。で、ここでまたマーカーつけてもいいですね。マーカーつけて、で、次の段編む時もここは飛ばして編んでいくっていう感じで、で、こういう風にまた取っていって、で、ここの端は今下みたいな感じで2目を1つにしてぐるっと1周このマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じで1周同じように細編みをして、最後の目まで細編みを入れてきました。そしたら最初のところ、ここに輪を大きく出して、最初の細編みの頭に後ろから針を刺して引き抜こうかなと思います。後ろから針を刺して、で、輪をかけて引き抜き、で、立ち上がりを一つして、また表に返して、一つ目のところから向こうの半目と裏のパチッとしているとこ取って、細編みでもう一段編んでいこうと思います。で、もう一段編んで、このマーカー入ってるところ全部2目を1つにして引き締めていこうかなと思ってですね。それ以外は全部1つに対して1つ、で、このマーカーの1つ手前のところが来たら、こういう風に途中までして引っ掛けて、で、このマーカーのところ飛ばして、次のところに、まあ入れるところは同じですね。向こう半目と裏のパチッとしてるとこ、ここを取って3目を1つにします。で、次の段はもう編まないと思うので、マーカーを入れずにこのまま進めていこうかなと思います。で、マーカーが入っているところは2目1つ、ここのマーカーのところは飛ばして2目1つにして、くるっと1周このマーカーの手前まで編んでいきます。はい、こんな感じでまた1周編んできました。そしたら次の段から引き抜き編みを入れていこうかなと思うので、手前から向こうに針を刺して引き抜き、ここは一つ目ということでマーカーをつけていきます。まあ、出来上がりを見て引き抜き編みを入れていきますね。針を入れて引き抜き、まあ、こういうところも全部一つに対して一つ全部編んでいきます。ぐるっと一周このマーカーの手前まで引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたら一番最後は入れずに、ここで糸をカットします。カットしてセット抜いて、で、反対側も同じように編んでいきたいので、また2本同時に束ねておきます。グッと締めて、で、さっきと同じように目を作るようにして糸始末していきます。針に糸を通して、最初の引き抜き編みの目を下から上に取って、で、またこの出てきたところに戻って、で、裏に糸を持っていって、一回グッと締めてからふわっとして、周りと同じぐらいの目を残して、まあ、さっきと同じように返し返しで糸始末していきます。で、反対側もこちら側と同じように、同じようにっていうかね、同じ表を見て、まあ、ずっと筋を残して、まあ、ここ詰めるところは詰めて、全部全く同じように編んでいきます。で、糸始末するところは全部して、仕上げていこうかなと思います。はい。こんな感じでもう片方も同じように仕上げてきました。で、ここでサイズを測っていこうかなと思います。またね、ぷくってなってるので、まあ、ペタンとして測っていこうかなと思います。結構ね、大きくなりました。ここのへっこんでるところから、まあ、大体ですよね、いつも大体30センチぐらいになってます。で、ここでも一応測っとこうかな。この山のところも一応測っておくと、まあ、33センチぐらい。
で横幅がまあここと、ここも測っとこうかな。2箇所測っていきます。ペタンとした状態で50センチぐらい大きいですよね。でここで30センチぐらいで持ちて箱を測っていきます。ちょっとね短く見えるかもしれないですけど肩からかけれますね。これでたっぷりね物が入るかなと思ったのでちょっと分厚くしました。持ちて31センチぐらい、まあここもね長さに入ると思うんですけど、あ、これ測って意味になるんかな28センチぐらいになってます。で持ち手の幅が3センチぐらいになってます。でどれぐらい糸を使ったかというと、まあこの赤っぽいの、なんだっけ、赤が赤青緑って言っていくんですけど赤が、2本取りで編んで、まあ、全部で4玉ギリギリ使いました。まあ基準にしてた糸が、まあ、これぐらいだったので使い切りっていう感じにはなったんですけど、4玉必要で、まあ、そんなに大きくされなくても可愛いと思うんですけどね。今回は結構大きめに編んで4玉使って、でこちらは1玉ずつあれば作れるかなっていう感じでした。何か参考にしてみてください。まあ肩からもかけれるし、たっぷり物も入るし、まあそんなね、なんかめちゃくちゃ重たいものは入らないと思うんですけど、あ、入るかな、結構しっかりしてますね。でも入ると思いますこんな感じ。街もねすっごいこう私の大好きな形ですよね。街がたっぷり大きくてちょっと浅めっていう、浅めではないかな、結構深くなったかな今回。こんな感じになってます。まあ、色もいろいろ組み合わせによって楽しめると思うので、ぜひ楽しんで編んでみてください。今回も最後まで見てくださった方ありがとうございます。